はいどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日はね、タウンホール12の動画ちょっと1本見てもらいたいというふうに思うんですけども、本日のね趣旨っていうのが結構ね、12の方よく悩むんじゃないかなと思うんですが、この攻め星2を取るのが目的ですか、それとも星3を取るアタックなんですか。でそのね違いっていうのがね、どういうふうにそこを出していけばいいのか、ここについて少し、お話をさせてもらいたいなと、まあ、いうふうに思ってます。で、参考にね、見てもらいたいのはこちらの、アタックなんですけども、どういう、まあ、このまず配置かっていうところをね少し先にお話しすると、ギガテスラがここにありますよね。でイーグル砲がここにあるということで、まあ、今回ね比較的まあ密接してるんですけども、どっちから攻めるアタックっていうのが星に狙うにはベターか、まあ、その辺ってどう思いますかね。まあ私は、こちら側ですね、なるべく直線距離で短いこういうところからギガテスラを狙っていく、これが星2を取るね、アタックとしてはまあ定石なのかなっていうふうにまあ思います。ただ、そうした場合どうなるかっていうと、ギガテスラに結構ね、トームを使ったり、レイジをかけたり、フリーズ使ったり、たくさん呪文を使っていきますよね。まあ、ユニットも当然いっぱいかかるんですけども、そうした場合に、こちら見てほしいんですが、結構な高火力帯がここにありますよね。これを突破するだけの余力っていうのが、ギガテスラを突破し終わった後にどんだけ残ってるかっていう話なんですよ。で、特に、今回ね、この、大砲たちが一気にこうね、ギガテスラで弱った、こちらのユニットを撃ってきますんで、まあ、それに耐えられずにね、全滅してしまうっていう、まあ、そういうケースが考えられますね。でもう一個、今回のね、ヒロさんの配信では少しそれがなかったんですが、顕著な例で言うとこの辺にイガテスラがこうあって、こっちにイーグル砲があるみたいな、これがこっち、これがこっちみたいなね、こういう配信ってよく見ますよね。これどういうことかっていうと、ギガテスラを落とすのにいっぱいユニットのねコストを使っていれば当然イーグル砲が起動しますよね。で起動したイーグル砲で、そのイーグル砲を倒すまでかかる時間、こっからユニットをこう投入すればイーグルまで時間かかっちゃうじゃないですか。かかる時間をどんどん有効に使ってイーグル砲でバン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 相手を撃ち落としていこうっていう、まあ、そういうね配置よく見ると思います。で、そういう配置に出会った場合、逆にね全開を取るにはイーグル砲の方からこう入っていく、そういうアプローチが必要になりますね。なるべく早めにイーグル砲を壊しちゃうっていうことですね。はい、っていうね、まあ、攻め方の違いっていうのが、星2を取るのか全開を取るのかと、まあ、いう点に関してはあって、それをねちょっと今回見てもらいたいというふうに思いますので、まずはこちらドクター J さんがね、攻めたアタックを見ていただきたいというふうに思います。で、J さんのアタックね、まず、これは、3時、4時方面から主力を入れていきます。で、入れていくときには、まずライドラでしっかりね、カットできるところをカットして、ユニットのこう横袖をね、まず防止していきますね。で、今回の攻め方としては、クイヒー、ペッカ、ボーラーっていう形、かなりのね、リクパートに、まあ、クイヒーではないですね。多分、ペッカ、ボーラーがペカヒーの形を初めから作る、予定だったかな、ちょっとすみません、そこを今うろ覚えになってしまってますけど、まあ、とにかく、ペッカとボーラーで一気にね、陸で、ギガテスラまで押していくと、まあ、いうような編成になってますね。で、この編成、まあ、当然さっき言ったように、イーグル砲が起動してからギガテスラを壊してからのイーグル砲破壊になりますので、当然ね時間がかかってしまいます。なので今ね、ニットをこう出していっていますけども、まあ、早くもここでトームを使っていますが、まだギガテスラ起動してない状態ですよね。でボーラーたちがおそらくこのギガテスラに当たるところで結構やられてしまうとね、まあ、いう格好になってきます。まあ、なんですけども、それはそれでもう、ドクター J さん的には仕方ないっていう風に、割り切って攻めてると思うんですよね。今回まず初見だったので、確実に星2を取って、でそこからの延長で全開を狙っていこうというプランをしてます。なんで今コウモリ5個持ってきたのを地上方面からこう出していますけども、本来はねこれを出した今のタイミングで結構ユニットがいっぱい中心部に残っていることを狙っているんですが、イーグル砲にだいぶね序盤から撃たれまくってしまったのでユニットがあんま残ってないですよね。まあ、いうこともあって、コウモリもインフェルノタワーのマルチなんかに撃たれすぎてね、ここで全滅で、あとは中心部に入ったユニットっていうのも集中砲火を浴びて全滅と、まあ、いうところになってます。まあ、ここから先はね、ちょっと早送りで見ていきますけども、大体こんな形ですね。60% 強と、
60% 弱かなというところで、攻めが終わっておりますね。はい、ただまあね、これもね、星2を取るアタックとしては結構、いいアタックで、確実にね、クラン対戦リーグとか、クラン対戦の初見で、星2を取っていきながら全開見ようと思った場合には、ああいうアプローチに、ね、なるのはある種、まあ、正解かなというふうに思います。で、これをね、まあ、自分で申し訳ないってこともあるんですけども、私が、2回目の攻めとしてやらせてもらったのがこのリプレイになりますね。どういうアプローチかっていうと、今回、さっきも言ったようにね、イーグル砲、これをなるべく早く処理したいんで、先ほどの一発目のアタックとは違って、こちらからこうね、陸パートでアプローチしていきます。で、なるべくイーグル砲の破壊を早くするということを狙っておりますので、まあ、その辺をね、よく見てほしいということと、あと、ユニットの火力が高いうちに、このね、高火力帯っていうのを潰してしまう。要は弱ったユニットでここ突破しようと思ってもきついんですよ。なんで、ギガテスラに貸し合う前に一気にね、火力の高いところっていうのを、ユニットの数の力でね、押し切っていこうと、まあ、いうね、意図を持って攻めてますんで、まあ、その辺っていうのをこう見てもらえると、いいかなというふうに思います。で、ウォールバスターこの辺で壊れますが、まあまあ一応想定した通りですね。で、ここからあとはジャンプを打っていきながらレイジを重ねて、で、陸パートのね、破壊というのを一気に促進していきます。まあ後ろからビーラーが4体ついていっていますので、まあこれだけいればね、まあそうそう、ボーラーもペッカも、まあ中心部まではやられずにいけるだろうなというふうのは思っておりましたね。で、ここから、まだ陸パートが伸びそうな、状態を作っておきつつ、コウムの呪文を刺していくという格好ですね。で、このままですね、あとはコウモリと残った陸部隊で潰していくんですけども、まあ言いたかったのは、この裏コウモリでも何でもなくてね、まあ、攻める方向ですよね。まず最初になるべくイーグル砲を早く破壊するっていうのが、前回狙いには有効で、星2を狙うためには最短でまずギガテスラを破壊しながら、その後それをどうね、前回まで伸ばしていくのか、まあ、このあたりの考え方の違いっていうのが、星2を取るのか、それとも前回を狙って、まあ、最悪星1のリスクを犯すのか、まあね、その違いになってくるというふうに思います。まあね、今回その、ギガテスラ壊すところでも結構陸が残っていたんで、まあ、なんていうのかな、こうリプレイだけ見るとね、前回全然初めから狙われたんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、これどこにねどういう、罠があって、で、防衛軍は何かとか分かった2回目の攻めですからね、こう割とまあそれなりの、まあ、それといっても結構ギリギリか、まあ、安定感あって、まあ、攻めれているわけで、初見でね、こういうそのイーグル砲側から攻めて、前回ないしはギガテスラまで無理やり伸ばしていこうっていうようなアタックをすると、最悪星1で終わっちゃいますから、まあ、このあたりっていうのはね、まあ、クラン体制の序盤、まあ、ないしは、クランリーグなんかでは、ぜひね、気をつけて、攻め方を分けてね、やってもらえると、クランのね、その勝利にいい貢献ができるんじゃないかなというふうに思いますので、ご参考になれば、幸いでございます。はい、というところでね、本日も失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。